はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。またまた目標の立て方についてのお話です。結局具体的に立てるのがいいの、曖昧の方がいいのって、これ何回もやってるんですけど、いろんなコーチングの本とか勉強とかをしていると、やっぱり切り口が様々あって、例えば自己啓発の世界なんかっていうのは、いつまでにどんな目標を具体的に立てて達成したいかっていうのを立てた方がいいということをいろんなところで書かれたりしてるんですね。で、確かに具体的にかついつまでに達成するかって目標を立てたら喜びは大きいんですよ。ところが達成できなかった時のダメージっていうのも多くて、まあ、いわゆる諸刃の剣という部分なんですよね。だから自己否定とかモチベーション低下にもつながりやすいっていう、ちょっと残念なダメージもあり得るというところなんですね。めっちゃ今吠えてます。皆さんの方に声聞こえてますかね。あのダックスフントがめっちゃ吠えてますそれはいいや。で、じゃあ結局目標って曖昧な方がいいのか、それとも具体的な方がいいのかっていうのを、健康診断というちょっと面白い切り口でやった実験があるんで、今日はそれをお伝えをしていこうと思います。何かというと、一つはですね、出た数字、例えば体重とか腹囲とかですねっていうのを出た数字のまま伝えるっていうやり方と、それから二つ目が上下 3% ずつくらいずらしてお伝えをすると。だから、あなたの体重は80キロですっていうふうに伝えるのと、あなたの体重は78キロから82キロくらいですわっていうふうに伝えるという、4キロの幅が出るということですね。で、その結果をもって、じゃ あの落としましょうかっていうふうにして、3週間のダイエットっていうのをしてもらったら、2番の方、つまり上下 3% ずつずらして伝えた方がモチベーションっていうのが上がって、かつ体重の減る傾向が高かったっていうことなんですよね。で、これなんでっていうと、人間っていうのはその目標達成してやるっていう強いプラスのエネルギーを発するよりも、失敗したらどうしようっていう風に働くマイナスのエネルギーの方がやっぱり強く働くんですよね。どうです、皆さんも未来への希望よりもどちらかというと未来への、絶望とか不安の方が大きかったりしません？例えばそれがその自分の人生だけじゃなくて、政治とか生活のこととかも含めてだと思うんですよ。ね、このまま自民党政権が続いて大丈夫かとか、とは言っても自民党に代わる政党が出てきてくれるかどうか分かんないし不安だなっていう、多分いろんなその複雑な思いっていうのがあると思うんですよ。それと同じなんですね、目標を立てるっていうのも。だから目標が曖昧であったとしたら、仮に失敗したとしても、政治失敗されたら困りますけど、あなた自身の目標ですから、目標が曖昧であれば、仮に失敗したとしてもダメージが少なくて、もう次こんなもんやろうと思ってスパッと切り替えて移っていくことができるということなので、次っていうふうにモチベーションを維持しやすくなるんですね。ですから目標っていうのは具体的に立ててしまうと、これって決めてやってしまうんで、これって決めたものがダメだった時にもうおしまいだってなってしまうと、それを防ぐためにはある程度曖昧な目標を立てていくっていうのがいいですよっていうことなんですね。ただこれって目標の立て方としてどうかっていう話もあって、マイナスを立てるところから曖昧に立てるっていうやり方がちょっと若干なんかマイナスな感じがするんですよ。だから目標を達成した時の喜びとか、その幸福度の高まりっていうのは、具体的に立ててそれを達成する方が大きいっていうのはやっぱり結果としても出ていますんで、どちらの方が皆さんが得たい結果かっていうのを考えて、具体的に立てるべきなのか曖昧に立てるべきなのかっていうのを設定する方がいいですよと。ただし注意してほしいのが、じゃあ目標達成するぞっていうふうに決めるのはいいんですけれども、結局人間って目標を達成するっていう、このゴールを超えていくことよりも、スタートからゴールに向かっていくこのプロセスの方が幸福度とか満足度を高めてくれているっていう結果が出てるんですよ。っていうことは、ここを考えると目標を具体的に決めるっていうよりも、曖昧に決めてずっとそれに取り組み続けるっていう環境を整えていく方が皆さんにとっての幸せにつながりやすいっていうお話だったりします。はい、ということでですね、モチベーションを維持しやすく、そのプロセスをずっと歩み続けていくためには、曖昧な目標を立てていく方がいいですよと。でも自分の幸せっていうのは、それあくまで科学的一般的に見た時に、目標を達成するよりも維持していく方が、目標を達成するためにプロセスを維持していく方が幸福度が高まると言っても、いや僕個人とか私個人はこっちのプロセスよりも達成した時の喜びの方がやっぱり幸せだな、フォロワー感覚もったもっともっと味わいたいなって思うことが多いですとか高いですっていう人だったら、そちらをやっていただけたらというふうに思いますので、別に
具体的な目標を立てるのが悪いっていうわけではなくて、皆さんの性格特性上どっちがいいですか。ただし一般的に科学で証明されたのは曖昧で、そこにその目標を達成するためのプロセスをずっと歩み続ける方が幸福度とか満足度が高いですよって結果ですので、必ずしも皆さんに当てはまるものではないので、お好きな方を選んで目標というのを立てていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。